ハニューユズルの感動的な SNS 投稿、彼しんからの祈りが被災地の人々に届く。世界中が涙にくれる感動の瞬間。ハニューユズル選手が11日、彼の SNS に東日本大震災から13年が経ったことへのメッセージを投稿しました。彼は、どうか、これ以上悲しいことや辛いこと、災害が起きませんようにと述べ、さらに、どうか自分にも優しく、光あふれる一日になりますようにと祈りました。 彼は投稿の中で、この日になると、毎年、あの雪の中歩いた暗くて壊れた住み慣れた街を思い出しますと振り返りました。13年が経っても変わらない記憶と、変わっていく街や景色、そして自分の感情の動きについて言及し、何とも言えない胸のざわめきがありますと述べました。彼はさらに、どうか、これ以上悲しいことや辛いこと、災害が起きませんように、地震、津波、原発、 液状化、土砂崩れ、ライフラインの寸断、被害に遭われたすべての方々に、祈りますと述べました。そして、別の投稿で、2011年以降、3月11日に生まれてきた皆さんへ、お誕生日おめでとうございます。どうか自分にも優しく、光あふれる一日になりますようにと綴りました。このようなメッセージは、羽生譲選手がファンや被災者に対して共感と励ましの言葉を送るためのものです。 彼の言葉には過去の出来事への思いや未来への願いが込められています。そして彼の存在が多くの人々にとって希望や力を与えていることを感じさせます。東日本大震災からの復興はまだ途中ですが、羽生譲弦選手のような人々の支援や励ましの言葉が被災地の人々にとって大きな力となっています。彼のメッセージは単なる文字列以上の意味を持ち、 被災者や支援者の心に響きます。今回の羽生譲弦選手のメッセージから、私たちは彼の人間性や思いやりの深さを改めて感じます。彼の言葉は、単なるスポーツ選手のものではなく、社会的な影響力を持つ存在であることを示しています。東日本大震災のような災害が起きないように、そして被災地の人々が少しでも早く平穏な日々を取り戻せるように、私たちも一緒に祈り、 支援し続けることが大切です。羽生譲弦選手のような人々の存在が、私たちに勇気と希望を与えてくれます。これからも、被災地の復興を願い、支援し続けることが必要です。私たち一人一人ができる小さなことでも、被災地の人々にとっては大きな変となります。被災地の人々が再び笑顔で暮らせる日が来ることを願いながら、私たちは彼らと共に歩んでいきましょう。そして、 私たち自身も日々の生活で大切なことを見つめ直し、自分自身や周りの人々に優しく接することを心がけましょう。少しの思いやりが、誰かの心を温め、世界をより良い場所に変えることができるのですから。最後に、私たちはどうすれば被災地の人々の支援に貢献できるのか、そして私たち自身がどのように行動すればより良い未来を築くことができるのか、考えるきっかけとしましょう。